今日は、内観の漆の塗り方っていうか、漆のハケ、こういう長いロングサイズについては、いかにこれを外したとしてもね、これだけの長さ、これだけの長さを塗らないかないので、普通のハケじゃ、普通のハケじゃとても塗れません。ね、普通のハケじゃとても塗れません。こういったハケ、こういったハケでも塗れませんね。遠すぎて。だからこういったハケを作りました。今からその作り方を説明していきます。こういうふうに、ね、こういうふうにこうずーっと向こうまでね、こう入れて塗ります。こういうふうに塗って。それには、まず、釣り道具屋さんに行って、竿の先が折れた分を譲ってもらってきます。こういう。竿の先ですね。今回3本譲ってもらいました。こういった竿、ね。譲ってもらいました。で、それに、釣り道具屋さん行ったついでに、こういう風な、しもりっていう、ビーズみたいな玉。これは先につけます。内管を傷つけないようにするためにつけます。こういったような先を内管を守るためにこうつけてます。で、ここから、100円均一でこういうようなものもありますけども、ホームセンターでこういう隙間モヘアシールね、こういったもんを買ってきます。ここ両面テープ貼ってますから、ここをこう塀でいただいて、で、こういうふうに。ね。玉のところからこういうふうに当てて、くる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 っと、これぐらいですね。します。あまり長く巻くと、インクっていうか、漆がたくさんいりますので、この程度です。一例、これは掃除用の分ですけども、こういった長い分もあります。ね。これももちろん、漆塗れんことはないんやけれども、これだけ長いと、たくさん漆がいりますから、ここについてしまう分がたくさんいりますので、もったいないかな。この程度、すごく、5センチぐらいかな。の程度に収めます。で、こんなんはどなたでも作れますから、これね、これがブロンズ、ここの色がブロンズだけの話で、あとは一緒ですね。虫よけ隙間テープです。これは多分100均の方であったと思います。これ
この玉見えるかな。ここに穴が、貫通穴がありますので、この貫通穴のところに、先を削った、これにあったような先に入れます。ここにね、ここに入れて、ここに入れて接着します。これはね、それでもうあとはもうこれをシールを剥がしながらくるくる巻いて、最初と最後にアロンアルファでくっつけるだけです。作ってください。そしたらこういう長いところね、こう入れます。ここで塗ります。この塗り方はまた後でしますので。